誰もいないな。ママは買い出しにでも行ったのか。不用心な店だ、タグ。しかしここの連中とは知り合って長くはないが、なんだかいろいろあった気がするぜ。スナックで知らねえ奴らと酒飲んで、笑って悩みを聞いて、考えてみたら今までにあまりない経験だったな。新しい出会いの場をくれたこの店には感謝をしねえといけないな。感謝か。そういえばさっきレターセットをもらったな。真心が伝わりやすいとかなんとか。手紙は得意じゃねえが、せっかくもらったしな。ママに感謝の手紙を書いてみるか。背景、いきなりの手紙で驚かせてしまったか。言葉だけじゃうまく伝わらねえこともあるかと思って、今回はあえてペンを取ってみた。俺はこの店に来て随分と楽しい時間を過ごさせてもらっている。外から来た俺を受け入れて、酒や歌で癒してくれる大切な場所だ。ついフラッと寄っては長居しちまう。この店がそういう場所なのはきっとあんたがいたからこそなんだろうな。初めてあんたに酒をついでもらった時のことは今でもよく覚えている。何かあるとこの店であんたと一緒に酒を飲みたいって思うんだ。いつもそばにいてくれる存在の大きさってやつを改めて知ったぜ。ありがとうな。これからもこのまま変わらないでいてくれよ。もしよければ今までの礼に食事でもおごらせてくれ。フェリー乗り場で待ってる。それじゃ、ケイク。よし、かけたな。さて、問題はこの手紙をどうやって渡すかだが、直接渡したんじゃ味気ないよな。店のどこかに手紙を隠してママに見つけてもらう方がいいな。きっと帰ってきたら掃除でもするだろうから、すぐに見つけるだろう。さて、隠し場所を探すとするか。電気ポットか。客でこれを使ってる人は見たことがないな。ここに手紙を置いておこうか。よし、ここにしよう。さて、手紙にフェリー乗り場へ来るように書いておいたが、まだ時間があるな。少しぶらついて時間を潰すか。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
怪我なった。悪く思うなよ。たく、時間食っちまった。何こっち目障り寝てろ。またしちまったか。大丈夫、私も今来たところよ。そうか、すまなかったな。わざわざ呼び出しちまって。もうびっくりしたわよ。ポットでお茶入れようとしたら手紙があるんだもん。あそこならきっとママしか使わねえし、手紙を置くにはちょうどいいと思ってな。だったらポストに入れてくれればよかったのに。ちゃんといつも確認してるんだから。ああ、ポストか。その考えはなかったぜ。まったく、どこか抜けてるんだから、桐生さんは。でも、ちょっと嬉しかったな。お店始めて感謝の手紙なんて初めてもらったから。そうなのか。そうなのよ。他のお客さんももっと桐生さんみたいに気持ちを伝えてくれてもいいのにね。まあ、ママはガードがめちゃくちゃ硬いって畠山さんが言ってたしな。
別にそんなつもりはないんだけどな。でもやっぱりどこか比べちゃってるのかしら。なんだ、昔の男か。やだ、そんなんじゃないったら。お父さんとね。ママの父親と。ええ、父は漁師だったの。誰とでも仲良くなれて、たくましくて優しくて、最高のお父さんだったな。だった。漁に出てる時に行方不明になっちゃって、それっきりなのよ。ずいぶん前の話だけどね。お父さんスナックが好きだったから、港町でお酒出してたらフラッと戻ってこないかななんて思ったりして。実はそれで始めたお店なのよね、うちのスナック。そうだったのか。父は帰ってこないけど、代わりにたくさんの人たちと飲んで笑って今は楽しいの。桐生さんたちのおかげね。そうか。こっちこそいつもうまい酒飲ませてもらってるぜ。店続けていりゃ、いつかおやじさんも帰ってくるかもしれん。閉店とかしないでくれよ。そうね。じゃあ売り上げも伸ばしていかないと。これからもじゃんじゃん注文してよ、桐生さん。相変わらずちゃっかりしてんな。船が戻ってきたみたいね。私この汽笛の音好きなんだ。帰ってきたなって感じがしてさ。ねえ桐生さん、男は船、女は港って言葉聞いたことある？ん？なんだそりゃ。男は波の向こうへ働きに出て、女は男が安心して帰れる場所を守ってあげる。そういう意味らしいわ。ほう、なるほどな。安心して帰れる港があるから男は頑張れるってわけか。まあ諸説あるらしいけどね。私はそう思ってるの。なんか信頼し合ってるみたいで素敵じゃない？そうだな。帰る場所があるってのは本当に心強い。そんな港がある男は幸せもんだと思うぜ。港がある男は幸せか。そういえばまだ桐生さんに言ってなかったわよね、私の名前。ああ、ずっとママって呼んでたが、そういえば聞いたことなかったな。私ね、港って名前なの。そうなのか、港ママだったんだな。よくあったいい名前だ。本当？ありがとう。いつか私も素敵な船に出会えるかしら。あんたならきっと出会えるさ。とびっきりの船でも行けそうだ。そうかな。実はもう出会ってるかもね。ん？何か言ったか？ううん、なんでもない。そろそろお店戻りましょうか。開けっぱなしだった。ああ、みんなもう酒盛りしてるかもしれねえな。そうね、じゃあ行きましょう。そういえば、歳もまだ聞いてなかったな。それは内緒。あ、来た来た。遅いよ、二人とも。まったく、待ちくたびれたぜ。というか、私がいないのにお店でくつろいでるってどういうことよ。まあまあ、細けえことは気にすんなって。せっかくみんな集まったんだ。それでさ、ちょっとみんなと話してたんだけど。ん？桐生さん、そこに座ってもいいんじゃないかなって。桐生さんには世話にもなったし、最近店に来たとは思えないくらい馴染んでるし。俺も賛成だ。桐生さんなら文句はねえよ。金子さん、みんな
そうね。じゃあ今日はソファーで桐生さんを囲んでみんなで飲みましょうか。お、すっげえ桐生さん、ついにあのママに認められたよ。早く来なよ桐生さん。ああ、桐生さんもすっかりこの店に馴染んだよな。ほんと、最初からいたみたいにしっくりきてるよね。よく言うよ、最初そっけなくしてたくせに。そんなことねえよなあ桐生さん。どうだったかな。人には優しくしておくくらいがちょうどいいのよ。確かにな。そうっすよ、後から後悔したって遅いんすから。お前に言われるとなんか腹立つな。とはいえ人見知りってのはもう性格みたいなもんだからな。二十歳過ぎてから性格変えるのは難しいって言いますよね。そうなのか。二十歳がターニングポイントなのか。でもまあ俺も新顔を受け入れられるくらいにはならねえとな。おう、あら、首相な心がけじゃないの、金子さん。槍でも降ってくるんじゃないですか。ん？その代わりお前には冷たくするわ。ちょ、なんでですか。でもまあ、いろんな性格の人がいた方が楽しいんじゃない。ええ、10人十色ってやつだね。良くも悪くも個性的なやつが多い方が面白いよな。そうかもね。性格もだけど、確かに二十歳過ぎたら夢とか考えなくなりましたね。そうなのか。そりゃ現実が見えてきたからじゃないの。俺はまだ歌って踊れる大工になる野望を忘れちゃいねえぜ。いつか年末の歌番組にだって出るんだ。おう、そういえば源さん大工だったわね。その野望は初めて聞いたけど。野望にも性格が現れますな。ゲンさんのは無謀にも聞こえる。ママは野望とか持ってないの？どうなんだ？野望ね。いずれはスナック2号店とか3号店出して尾道を席巻しちゃうとか。東京の神室町とかいう繁華街にバーンと進出したりとか。どうよ。東京か、考えたこともなかったわ。そうなのか。うん、ママが出世して超有名人とかになったらちょっとやだな。わかる、俺もちょっと嫌だ。どうして。あれっすよ、目をつけてたバンドが売れるとなんか寂しい的なやつ。わかるぜ。私はバンドと同じなの。みんながファンだっていう点では近いかもな。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そこを含めて俺が言おうと思ったのに。嘘つけ。やっぱママが全国区になったらダメだよ。東京進出もなしなし。俺たちからママが離れてくってなるからな。そうだな。何勝手に言ってんだか。私は港町で細々とやってるのが性に合ってるから大丈夫よ。でも私が離れたら他のお店に乗り換えちゃうんじゃないの。そんなことねえよ。俺たちはママの店一筋に決まってんだろ。本当に？じゃあここで営業していこう。その代わりみんなちゃんとうちに寄ってよね。ああ、分かってるって。任せてよ。それにここはなんか落ち着くんだよな。帰ってきたって感じで。分かるぜ。帰ってきたって、畠山さん家庭持ちだろ。僕は2つのホームを持ってるの。おう、それ娘さんの前で同じこと言えます。え、それはだがホームってのはいい線いってるかもな。このメンバーでお酒飲んでるとなんか安心するんすよね。そうだな。いつものメンバーって案外大事なのかもしれねえな。今までそんなこと考えたこともなかったけどね。新しい風が吹いたからかもしれないわね。新しい風？そりゃ桐生さんだよ。何？確かに桐生さんには悩みも聞いてもらったしな。懐の深い男だよあんたは。桐生さんはみんなのいい刺激になったみたいね。今後とも頼むぜルーキー。ルーキーどころの貫禄じゃないっすけどね。みんなこれからもうまい酒飲もうな。おう、じゃあ
乾杯といきましょうか。乾杯。乾杯。少し酔っちまったみたいだな。あら、そう？楽しいと酒が進みますからね。じゃあみんな、また来るぜ。キリュウさん、また来てね。待ってるよ。おう。ちょっと飲んでいくか。キリュウさん、待ってたわよ。あら、キリュウさん、待ってたのよ。アマの友達から聞いたんだけど、キリュウさん素潜りやってるんだってね。ああ、まあな。そんなキリュウさんにプレゼントしたいものがあるの。俺にプレゼント？はい、これ受け取って。これは水中銃じゃねえか。どうしたんだこれ。私ね、昔よくお父さんと一緒に潜って魚を捕まえたりしてたのよ。その時に私が使っていたものなの。この間キリュウさんと話してたら思い出してね。手入れはしておいたからすぐに使えるわ。結構いいやつなんだから。そんな大切なもんを俺がもらってもいいのか。キリュウさんだからあげたいのよ。キリュウさんのおかげで最近なんだか楽しいの。みんなの笑顔も増えた気がするわ。だからそのお礼。そうか。ではありがたく使わせてもらうぜ。どういたしまして。これからもよろしくね、キリュウさん。来てくれてありがとね。また来るぜ。次も待ってるぜ。